にちは、かずみちでございます。今回の動画なんですけども、この KPJ では、ほんと久しぶりになりますかね。商品、アイテムのね、簡単な紹介&レビューコーナーでございます。まあ最近では自転車好きな方も増えてますしね、まあオートバイ好きはもちろんなんですけども、そういう方にはね、ほんとうってつけのアイテム紹介になると思うんで、ぜひ、ちょっと長くなるかもしれませんけどもね、最後まで見ていってほしいななんて思っております。で、今回紹介する商品なんですけどもね、皆様バイクとかね、乗るときにツーリング行く前とかにさ、しっかりと空気圧のチェックされてますでしょうか。いや、俺はしっかりとね、もう万全にチェックしてから走ってるっていう、そこのあなた。嘘です、それ。なかなか毎回毎回ね、見られる人もいないと思うんですよ。まあ中にはいるかもしれないですけどね。まあ各言う私もね、ついついサボりがちになってね、タイヤの空気圧っていうね、チェックしないことが多いんですけど、結構さ、ディーラーさんとか行ってね、オイル交換とか点検とか行くじゃないですか。そうするとね、タイヤの空気圧も見られてね、まあ、いつもね、ちょっといいですかって呼ばれてね、ここだけの話ですけどね、吐息が漏れてますよ。おかしいな、こないだガソリン入れた時に 2.0 しっかり入れたはずなんだけどな、もう 1.8 まで下がってるっつって、ね、まあタイヤにね、別なんか刺さってるとかパンクしてるわけではないんだけど、やつらってね、知らないうちにじわ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 とね、蝕んでいくわけですよ。空気が抜けていくわけですよ。なんでね、特にまあバイクの場合はね、まあ外からパッと見えるから異物が刺さってればね、分かりやすいんですけど、まあ車とかの場合ってさ、なかなかこう釘とか刺さっててもさ、気づかないで乗っちゃうこと多いじゃないですか。でバイクでそれやられて気づかないで乗ってるとね、本当に命に直結するんで、そういう時にね、なんかいいアイテムないかなと思ってね、実はね、ずっと探してたんですよ。俺のバイク本当にね、吐息が漏れすぎるんで、なんで最近ではね、もう神経質な性格なんでね、ガソリンを入れるたんびにね、ガソスタの空気圧のやつぶっ込んでね、ちゃんとチェックしたりしてるんですけど、まあそんな感じで、もうそれが煩わしいんでね、なんかいいのないかなと思ってやったところでね、本当にいいアイテムとね、今回巡り合うことができたんですよ。なんでね、そいつを一発バシッとね、紹介したいなと思います。今回ね、この動画を見て興味を持たなかったあなた、持てなかったあなた、時代に乗り遅れますよ。はい、というわけで今回紹介したい商品はこちらでございます。ドーン、ボードバイク2ということで、これ本当に画期的なアイテムだなと思いました。まあ、取り付けもね、非常に簡単かつね、皆様スマホお持ちじゃないですか。このスマホとね、 Bluetooth でリンクすることによってね、いつでもどこでも誰とでも、このタイヤの空気圧およびタイヤの温度をね、この支配下に置くことができるっていうね、非常に画期的なアイテムでございますよ。まあ Bluetooth なんでね、あんまり離れてしまうとちょっとね、電波届かないのかもしれないですけど、今俺がいるここはね、 KPJ の自社ビルの最上階なんですよ。それはそれはね、景色も素晴らしくね、公園で遊ぶ子供たちが一望できますよ、ね、ぐらいのね、まあ距離感なんですけどもね、これぐらいの距離だったらおそらく Bluetooth ね、届くと思うんで、それこそ家でね、ブルーレイ鑑賞している時でも、それこそね、入浴中でもね、ニューヨーク、ニューヨーク、氷室京介です、嘘です、入浴中でも、それこそね、ちょめちょめ中でもね、いついかなる時でもチェックできるわけじゃないですか。まあ家にいる時に限らずね、それこそツーリング先でもね、チェックできるし、まああとはね、彼女とどっか綺麗なね、夜景をタンデムで、ね、見に行った時でもね、おちょっと待って、 2.0 OK、 かっこいいじゃないですか。そういう時でもチェックできるっていうね、優れものでございますよ。はい、でまあ取り付けも簡単でございます。まあ今ついてるね、純正のバルブを外して付け替えるだけなんですよね。で先ほどね、アプリの方はもう事前にインストールは済ましてあります。このインストールの仕方もね、一応動画に撮ってたんですけどもね、皆様にこうね、共有しようかなと思ってやってたんですけど、あまりにも簡単すぎてね、まあ、これは誰でももうできるんで、ここの説明は省きますけどもね、まあ Android でも iOS でもね、ほぼバイク2って調べてもらうとすぐアプリ出てきますんで、ダウンロードしてもらって、まああとはね、日本語でこうしてください、ああしてくださいってね、まあアカウントを作るだけなんで、まあ、すぐできるんで、皆さんぜひね、これを落としてもらわないとね、意味ないんで、
ダウンロードしてみてください。で、細かいね、設定もね、これすごく優れてて、一度でね、これ9台までつなげて1つで管理することができるんですよ。なんでね、俺今バイク2台持ちなんで、もう1個買ってね、2台ともこれつけようかななんて思ってます。で、これね、アプリ開くとね、もう今俺はね、もうセンサーをタイヤにつけてくださいっていう指示がしちゃってね、この画面から戻ったりちょっと今できない状態になってるんですけど、もうあとすごいのはね、この設定した空気圧より下回ったり上がったりするとね、このアプリでね、警告で教えてくれるんですよ。空気圧下がってきてますよっていうね、まあ、これすごいなと思って。で、今さ、スマホって大体皆さんこうマウントするじゃないですか。なんでね、マウントしながら、例えばインカムでこうね、 Bluetooth でつないでると、まあ、下がってくるとね、こっちに通知が来て、ちゃんとね、このイヤホンの方にもね、アラームが鳴るようになってるそうです。これはね、非常に便利。なかなかさ、こうバイクとか乗っててさ、ね、釘とかささっぶって刺さるとさ、なかなか気づかないじゃないですか、しばらくね。なんですけどもね、徐々にこう空気圧が下がってくるとすぐ分かるっていうんでね、うん、今の俺みたいにガソリン入れるために空気圧大丈夫かなってこうね、見たりしなくて済むっていうのはね、非常に便利でございます。うん、なんで、まあ、こんな感じでね、アプリをダウンロードしてみてください。で、これね、色がまあこうですね、ブラックとシルバー2種類選べるんですけどね、まあ今ここにあるのがブラックなんで、もう一個はね、シルバー頼んでみようかななんて思ってます。じゃ早速ね、こちらの方を、開封していきたいと思います。まあ箱もちょっとかっこいいっすよね、なんかね。うん。なんで早速開くとね、こんな感じ。で、内容物はね、こうボルト類とかね、ちょっとした工具が入ってるんですよ。うん、これ何かっていうと、この商品はね、ポン付けで今のついてるやつを外してね、これと付け替えるだけでいいんですよ。いいんですけど、なかなかね、高級なものじゃないですか。なんでね、窃盗盗難が怖いなっていうところで、まあ、それを防止するためにこのね、ロックナットって言われてるものも付属してるんですよね。これをつけて、これをつければもう専用工具がないと外れませんよ的なね、もので、そういうものが付属してます。ただ俺みたいに頻繁にチェックしたがるような人はね、これがあるとその都度ね、この専用工具持ち歩かないと取れなくなっちゃうんで、うん、まあ、今回に関してはポン付けで皆様に紹介したいなと思うんですけどもね、まあ、心配な方はロックナットをしっかりつけていただいたらいいかなと思います。で、電池もね、ありがたいことに予備の電池が2つ付属してるんですよ。で、実際まあこれ Bluetooth で飛ばしてるし、電池ってどれぐらい持つんですかってね、バッテリーじゃないんだって思う人もいると思うんですけどね、この電池で、まあ使用環境にもよると思うんですけども、だいたいね、1年ぐらいは持つそうです。で、付属の電池もついてるんで、まあこれも使えば約2年持つってことじゃないですか。で、タイヤ交換だいたい 1,2 年に1回はすると思うんで、うん、まあタイヤ交換の都度電池を変えてあげればいいんじゃないかなっていう感じでございます。で、防水性能もね、しっかりしてますんでね、一番いい防水性能じゃなかったかな、ランク的にはね、なんで洗車とか雨の日とかでもね、ガンガン濡らして大丈夫な商品だそうです。はい、で、まあ、取り出すとね、まあ、非常にコンパクトですね。 あんまりでかすぎるっていうのもね、不格好になっちゃうんで、まあ、これぐらいがかっこいいんじゃないかなと思います。うん、まあ、こんな感じで商品でございます。これホイポイカプセルじゃねえな、投げるとなんかみたいな。で、この商品ね、結構黒光沢があってかっこいいんですよ。高級感ありますよね。なんでね、おそらくシルバーの方もかっこいいんじゃないかなって思うんですけどもね、まあ、これつけてればさ、お、何かついてるぞ感があってね、やっぱおしゃれっていうかね、ドレスアップ的な意味としてもね、すごくかっこいいんじゃないかなって思います。あ、いいっすねこれね、はい、てなわけでね、今回これをね、早速つけてね、アプリを起動してみたいなと思います。はい、というわけでですね、早速このメカニカベルゲーラドミニコアグスタ伯爵スーパーベローチ伯爵にですね、このホボバイク2をセットしていきたいと思います。しょうがないということで、車両すいませんね、せっかくの撮影の晴れ舞台なんですけども、ちょっと汚れております。まあね、梅雨の合間の貴重な晴れだったんで、もう今しかないと思ってね、急いで収録をスタートしております。でですね、まあ事前にこの動画の説明をするためにね、一回センサーつけて外しております。なんでね、アプリ開いてホーム画面を押すとですね、こうやって今センサーついてませんよっつって、ね、空気圧ゼロ、
が表示されてエラー音が鳴ってますけどもね、これ本当に簡単ですね。あの説明の動画いるっていうぐらい簡単、差し替えるだけなんでね、早速それを皆さんに見てもらおうかなと思います。これが商品でございます。で今回ね、ロックナットはつけませんけど、盗難怖いよっていう方はね、事前にこのロックナットを先に取り付けてから、このねセンサーをつけることをおすすめします。俺はね結構スーパーベローチェ個体差なのかもしれないですけどね、結構空気抜けるんで、ちょこちょこ空気入れようかなと思ってるんで、今回はねあえてロックナット使わないですけども、空気圧安定するようだったらね、ロックナットしっかりつけようかなと思ってます。で本当簡単です。でせっかくなんでね、このじゃあアプリも一緒に見ながら行きましょうかね。はい、このキャップを外して、本当簡単です。これ付け替えるだけです。はい、そうするとまあしばらくするとね、はい、リア 1.89、 やっぱちょっと落ちてるよね。 1.9、 いつもね 2.1 ぐらい入れるんで、やっぱちょっと、下がってきてますね。でこういうのがリアルタイムで見れるっていうのはね、やっぱすごいですよね。じゃあフロントも行きたいと思います。はい、フロントが 2.12、 フロントが若干高いな。まあこれね季節に応じてもね、空気の抜け具合って変わってくると思うんですけどもね、まああとでこういうのはねちゃんとつけたからこそね、ちゃんと調整もできるぞってところで、やっぱりこれ重宝しますね。で見た目もね結構なんかついてるぞ的なね感じがあって、ドレスアップとしてもいいんじゃないですかね。でこれのすごいところはね、このなんか電池式なんですけどもね、電池の残量みたいなのもねちゃんと 3.18、 3.18 で、タイヤの温度もね29と30度ね表示されるんで、でこれ秒単位で更新されるんでね、結構信頼性も高いんじゃないですかね。いやこれは素晴らしいぞ。で俺 CBR もあるんで、ぜひねこれ CBR にもつけようかななんて思ってます。はい、というわけでですね、ちょっと試しに今これセンサーがついてる状態なんですけども、一回これをね外してみます。するとねどういう風にアラームが鳴るのかちょっと確認してみたいなと思います。じゃあリアからいきますね。抜きました。はい、そうするとねこうやってアラーム音が端末の方に来てね、結構なアラーム音ですね。で空気が今抜けてますよっていうね、今完全に抜いたんでゼロになりましたけど、設定した空気圧より下回るとねこうやってアラームが鳴るようになってます。便利だ。でもう一回つけると、これセンサーもね秒単位で検出してるんでね、つけたらすぐはい戻るようになってます。素晴らしいね。はい、というわけでね、これ説明いるっていうぐらい本当にねポン付けで簡単につけられる商品なんでね、ぜひ皆様もねこれつけてみてはいかがでしょうかね。これでいつでもどこでも誰とでもね空気圧がチェックできるっていうね優れものな商品でございます。てなわけでスタジオにお返しします。スタジオの川澄さん。はい、というわけでこのフォーブバイク2いかがでしたかね。まあ俺この 1,2 年ね本当にね、まあ車も含めてなんですけどもね、タイヤの空気圧に関してはもうすごく神経質になっててね、それがすごいストレスだったんですよ。なんでね本当俺にはうってつけなアイテムでございます。まあいろいろあったんですよ。車もねあれなんか一本パンクしてんなと思ったらね、釘がね前だけじゃなくてね前に3本後ろに1本だっけな、なんか4本ぐらいぶっ刺さっててねパンクしてたりとかね、まあスーパーベローチェもなんかあるたんびにね空気圧低くなってるよってね毎回言われて、毎週のように入れてんだけどなってね、なんか他の原因があるのかもしれないですけどもね、まあ、今のところディーラーさんで見てもらう感じではね何もない状態なんですけども、まあ意外とね今まであんまりね意識したことなかったんですけどね、だからこそね、こういうのをつけてしっかりとね管理していかないとね、いざ乗るぞって言った時にね結構危ない思いとかね、バイクの場合は命に直結しますからね、そういう意味ではねこれしっかりとね今後も愛用していきたいなと思います。はい、というわけでね、今回この動画良かったよ、参考になったよっていう方はね、チャンネル登録とグッドボタンしていただきましてね、まああとこの商品動画の概要欄にリンク貼っときますんでね、ぜひ皆様この時代のビッグウェーブに乗り遅れないようにね、
しっかりチェックしてもらいたいなと思います。というわけで、買うときはね、KPJ の動画を見ましたってね、一言添えていただくというのは、今ならなんとね、何もないです何もないんですけどもね、すごいいいアイテムなんで、ぜひ皆様チェックしてもらいたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。カズミスでございました。バイバイ。